長和渡るダム、長和渡るダム、長和戸ダムは、長野県松本市、品野川水系西川の上流部、梓川に建設されたダム。高さ155メートルのアーチ式、コンクリートダムで、東京電力による大規模な水力発電所開発に伴い下流の水戸の、水戸のダム、稲古木ダムと共に完成。これらは総称して、安住三ダム、もしくは、 アズサ川三ダムと呼ばれる。ダム湖、人造湖の名は、アズサ湖という。西川は、飛田山脈、北アルプス槍ヶ岳、標高3180メートルを水源とし、上高地を経て、松本盆地で奈良井川他を合流させ、長野県内を北上、長野市で千曲川、長野県内における、品野川の湖障を合流する一級河川である。奈良井川を合流させる手前から、 上流部は、あずさ川と呼ばれ、急峻な地形から、明治時代より、水力発電所の建設が進められていた。小竹、標高千四百五十五メートルの噴火によって、上高地に誕生した、大正池を調整地として利用した霞沢発電所、あずさ川電力、三万九千キロワット、瀬葉国ダムを調整地とした、湯川発電所、京浜電力、六千キロワットなどが、 上流に建設され、現在の長尾渡るダム地点には、長尾渡る発電所、京浜電力、1万8000キロワットがあり、松本市畑地区生誕の龍島温泉そばには龍、島発電所、京浜電力、当時2万100キロワットがあった。これらは発生した電力を、首都圏に向けて送電しており、戦時中の日本発送電による管轄を経て、 戦後の電力会社再編成によって誕生した東京電力に移行した。なおこのような経緯から、あずさ川近辺、長野県松本市のあずみ地区、長和地区では、標準周波数が 60Hz の中部電力管内に位置する長野県内において、例外的に 50Hz の電気が供給されている。また電気使用者は、東京電力が供給した電気を受け取っているが、使用料金は、 中部電力に支払われており、それに応じて、両外医者間で料金のやり取りが行われている。日本国内は、戦後の復興を間もなくして、急速な経済発展とともに、電力需要は増大の一途をたどる。特に、京浜工業地帯、京葉工業地域を営業エリア内に抱える、東京電力は、新規電源開発が急務となり、太平洋沿岸部に、 火力発電所を建設、福島県では原子力発電所の建設に着手した。一方で、深夜の余剰電力を利用して、水を汲み上げ、蓄えた水による昼間のピーク需要に即応できる、設備として用水発所の計画を進める。群馬県、殿川の上流部に、その第1号として、焼き沢ダム直下に、 焼き山発電所を完成させた東京電力が第二の建設先として選んだのが安佐川だった。安佐川の水は電力の発生だけにとどまらず、古くから農業用水としても利用されており、河川には水を取り入れるための石もいくつかあった。しかし、安佐川は一年を通して水量が豊富であったわけではなく、大きなため池などもなかったことから、 減水期にはしばしば水不足に陥った。また、大雨などによる増水時はそれらが流出、損壊するといった被害を受けていた。また、管外用水路が整備されていたのは、石付近の沿岸部に限られ、地下水を利用しようとするも水温が低く、農業には適さず、広大な洗浄地の大半は荒地であった。この状況を改善するため完成した大型の石、 アズサ川投資校であったが、堆積する土砂によって、取水困難な状態に陥ることもしばしばであったという。地域の住民は、水の安定して確保するため、ダム建設を求めた。上高地における、対象池のかさ上げ開発のほか、上高地ダム、大鳥ダムといった新規ダム建設計画案が、検討されていた。東京電力が、ダム建設を検討していた、同時期のことで、 地元との協議を重ねた結果、東京電力が建設する新たなダムによって蓄えられた水は農業用水として常時一定量が放流されることになり、それに伴い水が広大な土地隅々まで行き渡るよう、用水路が整備されることになった。東京電力は1955年、昭和30年に用水発電を柱とする大規模なあずさ川、電源開発案をまとめた。 アズ川にダムを3基建設し、連続する山貯水池をつなぐように用水発電所を設けるというものである。長和との合流点である、長和渡るに1基、下流の水戸の川との合流点に1基、稲古木に1基、すべてドーム型のアーチ式、コンクリートダムが建設されることになった。3ダムの完成により、長和渡る、 龍島という2カ所の水力発電所が廃止されるが、代わりに安住、水戸の新龍島という3カ所の水力発電所が新設される。計画の中核となる中渡びダムは、当初、堤高を175メートルとする案があった。しかしマルパッセダム崩壊事故から安全性を考慮し、やや低めの155メートルとされた。発電所はダム直下に設置されることになり、 10万キロワット級の水車発電機が6台設置されることになった。しかし、地形的問題からダム直下には2台を並べることが限界で、残る4台はウガンガー下流に向かって並べられた。放流設備についてもダム直下に発電所を並べた関係で、稲子木ダムのような中央から滝のように放流するタイプのものはもちろん、地形的に水戸のダムのようなスキージャンプ式は、 採用できず、ダム砂岸からトンネルを掘り発電所下流に放流するタイプのものが採用された。1964年、昭和39年、東京電力はダム建設地点付近に第一第2建設所を設置し、一部の準備作業に着手。1965年、昭和40年には本格的着工を見捨てた。長は渡るダムの建設は、ダム本体を 鹿島建設が発電機を三菱電機、東芝が手掛けることになった。三ダム建設に必要な資材は関東地方で生産し、工事現場まで運搬するための交通網の整備が行われた。国鉄、現東日本旅客鉄道、通称 JR 東日本中央本線、中央東線を複線化し、松本駅構内の連絡線を経由して D51 が 松本電機鉄道上高知線なぎさ駅まで貨物列車を経引して乗り入れ、なぎさ駅からは松本電鉄の電気機関車が赤松駅、1966年10月1日に新島駅に解消の資材集積場まで輸送。松本電鉄はこの資材輸送に対応して ED40 系電気機関車を新造している。当時道幅が4.5メートルしかなかった。 国道158号は幅6.5メートルに拡幅された。サンダム建設工事における死傷者は合計99名。内長は渡るダム及び直下の安曇発電所における死傷者はその大半をメル75名にも上った。1969年昭和44年11月、サンダム完成を祝って春光式が模様された。完成した。 長尾渡るダムは高さが155メートル、同じアーチ式、コンクリートダムとして、富山県、黒部川上流の黒部渓谷にある黒ダム、関西電力の186メートルに次ぐ日本第2位の高さを誇った。その後、長尾渡るダムよりもわずか1メートル高いぬくいダムが完成し、現在では日本で3番目に高いアーチ式、コンクリートダムである。水戸のダム、ダムも、 またな川旅ビダムと同様にアーチダムであり、同じ河川にアーチダムが3カ所も存在するのは西川のみ。ダム湖であるアズサ湖は、早朝水容量が1億2、300万立方メートルであり、長野県最大の湖である諏訪湖の2杯分の水が蓄えられる。これは、信濃川水系のダムの中で最大である。この水は膨大な量の電気を発生させるだけに、とどまらず、 下流に広がる農地4000ヘクタールを潤す農業用水としても利用されている。3ダム完成と共とに、あずさ川流域の水力発電所は一斉に無人化され、長尾渡るダム湾のあずさ川自動制御所からの遠隔操作によって管理されることになった。長尾渡るダム直下のあずみ発電所では、ダム建設と並行して発電機の設置が着々と進められ、 1969年昭和44年5月に1.2号機が運転開始。同年10月に5.6号機が1970年昭和45年8月には3.4号機が運転開始した。あずさ川自動制御所は後に下流の旗町に移転し、あずさ川総合制御所に改称。残されたビルは改修され、一軒のテナントで埋められた。これが、 アズサガワ区プ福島第一原子力発電所事故による東京電力の広報活動規模縮小のため、2011年春に閉鎖されたである。3ダム完成に伴い、南安住郡安住村、中川村双方において多くの家屋が水没することになった。住民の多くは、東千曲郡波多町などの下流の町に移転。安住村、長羽村、波多町は、 平成の大合併により、松本市の一部となっている。長尾渡るダムという名称は、安佐川とその支流である長尾の合流地点にある、地名、長尾渡るに由来する。ダム建設の最中、東京電力がこのダムの名称を、安住ダムに決定したと新聞が報じたことで、旧長尾村住民の反発を受けた。抗議を受けた東京電力は、ダムの名前を、長尾渡るダムとした。 松本市中心市街地を起点として、国道158号が付設され、長野自動車道、松本インターチェンジを経て、長和渡るダムへとつながっている。道路は3ダムの右岸を走り、長和渡るダム天馬道路で左岸へと渡る。この先は、上高地、乗倉高原や沢あたり温泉、坂巻温泉、白骨温泉へと続き、さらには、安房トンネル経由で、 岐阜県高山市に至る。また、長和渡るダムより、右岸側を遡ると、野麦峠へ至り、旧基礎福島町方面や、旧高根村経由で、下呂温泉方面にも行くことができる。観光道路として、交通の要衝であり、夏季は上高地の観光シーズン最盛期とあって、大型観光バスが多数往来し、大変混雑する。ダム天場は、 国道とあって自由に通行できる。長尾渡るダム上流側には静かな湖面が広がり、一方で下流側は155メートル下を見下ろせる断崖絶壁となっている。長尾渡るダムのアーチ形状はドーム型といい、その垂直断面は基礎から上に行くにつれ下流側に向かって湾曲している。つまり、ダム天場から下に水位線を下ろすと、ダム下流側に飛び出すこととる。 こうした形状から、下流の面には、雨が当たらず、コンクリートの地肌は現在でも白さを保っている。ダムウガンには、東京電力の PR 施設であるあずさ川テプコ館がある。アルピコ交通上高地線、新島駅より、アルピコ交通バスに乗車、バス停、長は渡るダム下車すぐ、テプコ館では、無料で、 安住発電所の見学を受け付けており、大きくせり出したダムを直下から見上げることができる。発電所玄関横には、実際に使用されていた水車がに分割された状態で、展示されてる。なお2011年の福島第一原子力発電所事故により、東京電力の広報活動を縮小しているため、この施設は現在廃止されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。